押井守は日本の映画監督、アニメーション演出家、小説家、脚本家、漫画原作者、劇作家、ゲームクリエイター、東京大学大学院特任教授、東京経済大学客員教授などとしても活動している。2021年時点は静岡県熱海市在住、東京都大田区大森出身。父親は山形出身で更新書開き、 私立探偵として、浮気調査などをしていた。飲んだくれだったが、映画好きで、幼いおしいを、毎日のように映画館に連れて行った。母親は洋装店を経営。兄と姉のほか、年の離れた、イボ兄がいた。東京都立小山大高等学校、東京学芸大学教育学部美術、教育学科卒、静岡県熱海市在住。2008年度から2009年度まで、 東京経済大学コミュニケーション学部の客員教授を務めた日本 SF 作家クラブ会員。日本のアニメーション監督で世界三大映画祭すべてに出品したことがある唯一の監督である。1977年、竜のコプロダクションに入社し、アニメーション業界へ一発カンタ君やヤッターマンで演出デビュー。1979年、 スタジオピエロに遺跡。1980年 NHK 総合テレビでニルスの不思議な旅を放送。演出を担当し、同作の劇場版で初監督。うるせえ奴らのテレビシリーズのチーフディレクターなどを担当し、視聴率男の異名を取った。1983年うるせえ奴らオンリーユーで劇場映画監督デビュー。 うるせえ奴らにビューティフルドリーマーの後フリーに。この頃離婚、再婚。居候先であった、事務所の宮崎駿から、ルパン三世完結編の監督を推薦され、引き受けるも諸事情により制作中止。天使の卵を制作した後、機動警察、パトレーバーシリーズに、アニメ監督として参加。機動警察、パトレーバーザムービー、マロコマロコ。 機動警察パトレイバーにザ・ムービーなどの劇場作品を手掛ける。1995年に発表したゴースト・イン・ザ・シェル広角機動隊は日本の映像作品史上初のベイビル・ボード氏のビデオ週刊売上で1位を獲得。2004年に発表したイノセンスはアニメ映画作品史上初の日本 SF 大賞を受賞し日本のアニメーション映画としては 初のカンヌ国際映画祭オフィシャルコンペティション部門出品作品となった。スカイクロラザ・スカイクロラースはベネツィア国際映画祭のコンペティション部門に正式出品された。アニメ制作では他にダロスで世界初の OVA、キックハートで日本アニメ初のクラウドファンディングに挑戦している。実写映画制作にも積極的で1987年赤いメガネ、 ザレット・スペクタケルズで実写発監督。アバロンは、カンヌ国際映画祭、立ち食いツ列伝は、ベネチア国際映画祭、新、女立ち食いツ列伝は、ベルリン国際映画祭に、それぞれ正式出品されている。ジェームズ・キャメロン、ウォシャウスキー姉妹、クエンティン・タランティーノ、ギレル・モデル・トロなど、世界的クリエイターに影響を与えた。 ハリウッドからの企画で、ヘイローレジェンズや、サンドホエールメの監督を務めている。2016年度前、アニー賞において、生涯功労賞にあたるウィンザー・マッケー賞が授与された。個人事務所は有限会社 88mm。事務所所在地は、東京都港区虎ノ門。惜しい自身の全額出資によって設立された。プロデューサーには、石川光久、鈴木敏夫、 石井智彦と組むことが多い。若手育成のためプロダクション IG 社内で、おし塾を主催するなどしている。宮崎駿監督、ハウルの動く城の犬のヒムをはじめ、アニメのキャラクターデザインのモデルになったことが複数ある。姉は舞踏家のもがみかずこ。映画ライターの押井智恵は、前妻との間に設けた長女。押井智恵は2006年に、小説家のおつ一と結婚している。 母親が5歳だったため、年の離れた腹違いの兄と、下の兄、姉の4人兄弟の末っ子として生まれる。父は、私立探偵を営んでいたが、収入はもっぱら母によるものだった。小学校の高学年の頃から、父から英才教育を施されたため、体育以外の学科の成績は、すべて5であったが、中学受験には失敗し、その後父親の教育熱は冷めたという。 中学時代には SF 小説に熱中し、SF 小説家を志すようになる。東京都立小山大高等学校入学後、不登校がちになる代わりに学生運動に熱中。私服警官が家を訪れる事態にまで至り、危機感を持った父親によって、高校最後の夏に大菩薩峠の山小屋に軟禁されることになる。そのうちに学生運動のピークは過ぎ、 運動に対しても冷めるようになる。学生運動は後に、お尻の原風景となって、いくつもの作品に顔を出している。1970年、東京学芸大学入学後は映画に熱中し、年間1000本ほどの映画を見るようになる。既存のサークルである映画研究会と保とうはち、新たに映像芸術研究会を設立、自ら実写映画を撮り始める。後に、 平成ガメラシリーズを監督する、金子修介はこの時のメンバーで、おしいの直接の後輩である。金子の他に当時一橋大学の学生で後に、防衛大学校教授となる、荒川健一が所属していた。後年、機動警察パトレイバーにザムービーに登場する、自衛官、荒川刺激のモデルとなった人物が荒川である。大学に入学してからの2年間は、 ほとんど授業に出ておらず、2年間で2単位しか取っていなかった。教しは留年することになったが、その後もさらに2年間ほとんど大学に通わなかった。当時の教しにとって大学は、留年はするけども、1単位も取らなくても4年間は放り出されないことに意義があり、無条件に自分の時間と場所を確保できたこと、それが唯一の成果だったと回想している。 学生時代に小学校に教育実習に行ったので、子供の扱い方には慣れていると述べており、この時の体験が映画監督としても役立っているという。就職活動では映像関係の仕事を志望し、テレビマンユニオン、ピア、国立フィルムセンターを受けるが、すべて不採用だったため、知人の紹介で知った、ラジオ制作会社に内定を得る。卒業とほぼ同時に、 大学在学中に市民が商談団で知り合った女性と結婚。1976年、ラジオ制作会社に就職して番組を制作していたが、給料の不払いが続いたため10ヶ月で退社し、広告代理店の下請けである CM モニター会社に転職する。この時に、後の師匠となる鳥海久志行きが演出した科学忍者大ャマンを見て感銘を受ける。 この仕事にも見切りをつけ、教員採用試験を受けることにするが、願書を預けていた知人が提出し忘れたため、採用試験を受けることはなかった。1977年、一橋学園駅付近の電柱に貼ってあった、求人広告を見て、龍の子プロダクションに応募し合格。当初は事務雑用を担当していたが、演出の人手不足からすぐに、アニメ演出を手掛けるようになり、 やがて、二年早く入社した、西久保瑞穂、真シモ孝一、上田秀人と共に、辰野子四天皇の異名を取るようになる。なお、西久保と真下が演出助手から始めたのに対して、おしは、最初から演出を任されていた。独特のギャグの才能を、辰野子プロ演出部長の笹川博史に買われて、タイム母ンシリーズを長く担当。1979年、 失縮する鳥海久し行きに続く形でスタジオピエロに移籍テレビアニメニルスの不思議な旅のレギュラー演出家として鳥海の下につく。1981年テレビアニメうるせえ奴らのチーフディレクターに抜擢。1983年劇場版第1作うるせえ奴らオンリーユーで監督としてデビューする。同時期に離婚している。 劇場版、第2作、うるせえやつらにビューティフルドリーマーでは1984年キネマ、順報読者選出ベスト10第7位を記録し、アニメ監督として、頭角を表す。1984年、うるせえやつらを降板すると、同時にスタジオピエロを退社。以後フリーランスの演出家となる。同時期に再婚。1985年、特馬書店。 徳馬康義のバックアップにより、スタジオディーンの制作で、OVA、天使の卵を完成させるが、工業的に失敗。この頃、宮崎春の事務所に居候しており、宮崎の推薦で、劇場版、ルパン三世の監督を引き受けるが、ルパンという人物自身が虚構であったというアイデアの賛同を得ることができず、監督を降板する。天使の卵によって、 何回でわけのわからない作品を作る監督との評判が立ち、アニメの仕事依頼がなくなってしまい、数年間ゲームをして過ごしていたという。この間、t v アニメ、赤い後段ジリオンに匿名で絵コンテを担当したほか、O.V.A. とワイライト級にも参加した。1987年、声優、千葉シュゲルのプロモーションビデオを自主制作する話が発展し、 うるせえ奴らも担当した音響制作会社オムニバスプロモーションの制作による実写作品赤いメガネザレットスペクタケルズを監督これ以後アニメのみならず実写にも活動の場を広げる1988年 OVA 機動警察パトレーバーの企画に原作者集団ヘッドギアの一員として参加監督として第一線に復帰する 続けて1989年に公開された劇場アニメ機動警察パトレーバーザムービーで第7回日本アニメ大賞を受賞。活動の拠点をプロダクション IG へと移した。以後、プロダクション IG にはフリーでの参加ながら企画者育成のために推し塾を主催するなど中心的役割を担っている。IG ポートの大株主の一人でもある。 1991年には、ケルベロスサーガの第二作として、ケルベロス地獄の番犬を公開。本作のロケをはで移動中、台北へ向けて登場するはずだった、飛行機が墜落、乗員、乗客全員死亡という惨事が起こるが、予算の都合で飛行機を諦めて、車で移動することに変更したことで難を逃れている。1993年、静岡県熱海市に転居。 機動警察パトレイバーにザ・ムービーが公開。1995年、映画、ゴースト・イン・ザ・シェル、広角機動隊が公開。米、ビルボード市のホームビデオ部門で売り上げ1位を記録。スティーブン・スピルバーグやジェームズ・キャメロンなどに絶賛され、海外での評価が高まる。1997年、バンダイビジュアルのデジタルエンジン構想で、制作費24億円の大作映画。 GRM の制作を発表するが1999年に企画凍結となる。2004年に発表したイノセンスが第57回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門にノミネートされた。カンヌ国際映画祭のコンペ部門に日本のアニメーション作品が出品されるのはこの作品が初めてであった。2005年の愛知万博にて 中日新聞プロデュース共同館、夢見る山で上映した映像作品、目覚めの箱舟の総合演出を担当した。2008年、スカイクロラザ・スカイクロラースが、ベネツィア国際映画祭コンペティション部門ノミネート。フューチャーフィルムフェスティバル、デジタルアワード受賞。第41回シッチェスカタロニア国際映画祭で、批評家連盟賞とヤング震災員賞を受賞。 2009年は6月公開の宮本武蔵総研に馳せる夢で原案、脚本を手掛けた。12月には単独作品としては8年ぶりの実写映画となるアサルトガールズが公開された。2015年1982年に制作されながら未公開となっていた劇場版ニルスの不思議な旅が初の劇場公開。ガルムウォーズ公開。 2018年4月、国際リニアコライダーの日本誘致を目指すプロジェクト、ILC サポーターズの発起人を務めることを発表。2019年6月、久しぶりの TV アニメ監督作となる、ブラドラブの制作を発表。新たに設立された制作会社一号アニメーションが単独出資する。最終的に発表はネット配信となり、2020年12月の 1> 第1話特別編の発表を経て2021年2月から公開された。2021年7月から地上波 BS で放送開始。ありがとうございます。